はい、お疲れ、ラクメスロースです。えっと、俺、いつもに回して、アンニュイというか、なかやる気なく撮ってるんやけど、いつもやったら一応なんか、ちゃんと座ってさ、その動画回す、動画っていうかラジオ撮るぞ、みたいな感じで、撮ってるんやけど、今なんかもう寝転ば、寝転がったまま撮ってるもんな。寝起き、今さっき起きてんけどさ、何時やっけな、8時半ぐらい、15分ぐらい前に起きてさ、 起きてっててっいうか目覚めてさ何時に寝たんやったっけな多分帰ってきたのがえーっとあれ何時やっけ4時3時とか4時とかそんなレベルやったと思うんやけどんでそっからまあ落ち着いてさ一応なんかミルクティーとか 飲み物とかあとは、まあ、ジュースとかも含めて何本か買っててね帰りに、あのー、深夜でも空いてるスーパーで買って帰ってて、まあ、それをちびちび飲みながら <laughs> ぼんやりしてるうちに知らなうちに寝ててうんであんと思ってあ起きたらあ目覚めたら何時やろ今と思ってこのスマホを見たら8時半になって。 うんまあ4時間ぐらい寝てるっちゃ寝てるけど言うてさ俺昨日そんなにちゃんと寝てるわけじゃないけど一昨ととかめっちゃ寝てたからそりゃあれやねんけどなんかねな <laughs> <laughs> いやねこの写真はあんまり意味ないんやけどな。あのツイッターにもあげたけどさ。うんとな。なんで俺がここに行ったんかいまいちよくわかってないけど。<laughs> あのね、確か昨日ね、たぶそれこそツイートもしたと思うねんけどあの、今日の夜、磯丸行こうみたいなこと書いてたやと思うよ。ツイッターに。あれって、まあ帰りに夜、帰りっていうか夜にまあ、 その何時ぐらいかな7時か8時ぐらいに行こうと思っててんなうんんでまあ言ったら今その時短営業になっててなっててっていうかまあずっと前からなってんねんなで俺がよく行くところはに元々は20普段はねなんもない時あのウイルスのなんちゃらかんちゃらがない時は24時間営業やねまあ大体いいそうだと思うんやけど元は で今でもその都市,都市部っていうか中心部から離れたところにある店に関しては24時間空いてたりすんねんけど実際あのあとまあ大阪以外の地方とかは普通に24時間空いてたりすんねんけどそのまあ大阪とか東京とかの店はさ24時間空いてへんねんな今特にでそれは知ってたからあの確かに9時とかに閉まるんだったはずねん3月とかは。 だからああ多分9時とかに閉まってまうからまあ7時過ぎぐらいに行けば間に合うかみたいな感じで <laughs> それぐらいの気持ちで出かけてんなほんならあっと多分出たのが多分7時半ぐらいだったよだからほんならそれでまあ実際行ってんけど、まあ、ここの近くこの写真撮ってるここのすぐ近くすぐ近くでもないけどちょっと離れた 言ってるけどそこに行ってんな。んなら、その、ま,あ、まだ店時代はまだやっててんけど、7時半やから、その、きょ日,日からじゃないかな、今月からかな、4月の1日からかな。あの、まあ、言ったら、8時までってなっててんな。その間、多分その、来月までなんか分からんけど、なんか今、出てるやんか、あのコロナのあれ。 まん延防止なんちゃらとかみたいなのあれが出てるからあさらに縮まったらしいな、ま、前9時やったのが8時になってるっていうでも言うて8時やったら間に合うやんって思うかもしれんけどああいうのってラストオーダーがあるからそのいわゆるなんかそのチェーン店、まあ、チェーン店はチェーン店やけどあの吉牛とか ととかかあのの辺とかやったらその店自体は開い,いてないというかそ,のそこでは食べれなくてもその夜中とかあの、うん、買って帰れるというかテイクアウトできるっていう風になってんねんな要はテイクアウトのみの営業ですみたいになってんねんけどそこはそんなのもないからもちろん磯丸は。だからその ラストオーダーの時間にかかってもうてんねんな。もう7時半とかになってるから。い <laughs> やから、あ、もう終わってますみたいなこと言われてな。いた中入ったら。マジっすかみたいな。<laughs> マジかと思って。だから俺、この、ここで写真撮ってる時、めっちゃぼーっとしてたもうマジかみたいな。そこで食べようと思ってたから、あのー、ツイートもしたけど、寿司が食いたいみたいなこと言って、もうそ,そこで買って帰ろうって思ってたんそこで食べる気はなかったんや。どうせ、 その7時とか8時とかまあね客も多いし酔っ払い多いからうるさいから正直急まるとかねだからもう特に千日前のあの辺なんかうるさいからだから買って帰った方がいいやろと思って別にその熱々を今すぐ食べないといけないようなものではないからさだからそのつもりの口でいたからさえマジで買われへんのみたいな感じでこうなってんねんけどなんかいろいろとさその <laughs> ず,ず,れずれてるっていうかいろいろ外してんなみたいななんか悲しいよね <laughs> <laughs> まあまあいいけどね、まあ、そんな感じよで多分ね今日今日何日だっ,っけえー、っと6日か4月6日今日の夕方にできるかな夕方にできたらゆっくり をその本編じゃなくてあの東方変異録の本編をま,あまたやるつもりないけど今日ワンチャン今日やるかもしれんし明日やるかもしれんけどやるつもりないけどただ今無理やと思うねんな。やけど多分その本編じゃなくて茶番として軽い茶番としてあの100人突破についての話みたいなのを小ネタでやろうかなと思ってるんでよかったらそれも楽しみにしといてください。 はい、もうそれ以上言うことはないです。もう5分以上喋っただけでも褒めてほしい。はい、<laughs> そんな感じで、はい、ダークネスローズでした。ばあお,おやすみじゃない。おはようございます。